さあ、ツピーはや、はい、あ、山蔵じゃねえや、ワイゾーさん。あ、今日ワイゾー、確かに別の名前の人をちょっと思い出したと。なるほど。ワイゾーさん、キャラしっかりしますね。しっかりですね。ケークデルン、まあ、バランスはかなりいいチームですね。まあ、もうケークーラー叩いた時点でな、だいぶキャラパワー、ゲージ効率ともに優秀。さあ、ゼロニエムらしいケラシ、同キャラから。なんかすごい遠いとこからケンヤさんの叫びが聞こえたんだけど大丈夫かな。だだだだこねてますね、なんか。あっと、釣られてしまうものの宙を逃げて、さあ、ヤホーさんがペースを握り続ける。あ、こうなったときは、まあ、リードされてる側がもちろん難しい。おっと、さあ、これはもうガードも許されない、ダッシュル。すごいいい反応だったな、今。あーっと、あー、うまい、あるか、これは間に合うか。あー、いい選択だったよね、今多分。とあれ、ぶっ飛ばの方が、あれ、ぶっ飛ばの方が減るんだっけ。あー、わかんない、でも、どうだろうね。あ、1高い、1高いということはぶっ飛ばちょうど死んでたのか。まあ、でも、まあ、まあ、次を見据えてね、ゲージを貯めたっていうのもあるから。まあ、ここでドローからの中堅戦。あー、ショールで暴れていく。うん、相当じりじりしているが、ガーキャン前提からの投げが通り、位置が入れ替わる。さあ、相当じりじり、いい勝負になっているですね。あーっと、駒投げにいったか。激壁ですね、今のは。激壁をシーアバレで潰した形か。さあ、レイスピンが刺さってしまい、俺あれよく食らっちゃうんですよ、すかし激壁。いや、食らいますよ、あんなの。あのですね、なぜかというと、はい、あれって、まあ、無敵もなければ発生も遅いじゃないですか。まあ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 、俺が一番頭の中にない選択肢なんですよ。あー、で、じっとバカみたいにガードしてるとっていうパターンでよく食らうんですよね。でも遅くはないよ、決して。あ、まあ遅くはないですが、最速の発生とかじゃないじゃないですか、うん、ロック技でもないし。で、そんなこと言ってる間に、あ、はいはい、すいません、対象戦ですね。初期さんのなんか我慢の話を聞いていたら、はい、これ俺結構届いた、あーといった、あーと当たらないが、これどうなんだろう。中堅、あ、うまい。あ、結構ハイデルンがめんどくさい組み合わせなんですけど、まあ、ゲージ差があったので、そうですね、もう状況がちょっと苦しかったですね。で、はい、サイバイマンさん、サイバイマンさん、最近またちょこちょこ、なるほど、顔を見せてくれますね。またいいネーミングセンスの方が来ましたね、はい、覚えやすいです。千葉勢の方ですね。あ、千葉の方なんですね。ですよね、確かね、はい。で、サイバイマンさんは霞、表、今日レオナ。あー、すごい、開幕から取っていく、開幕からすごいの取りましたね。あ、そしてワイドさんは現デルンシンのチームみたいになってます。あー、確かに。この組み合わせ、はい、デルンシンってジョン辞めちゃったの。辞めたわけではないんですけど、なんか K とかクーラとか、ああ、使ってますよね。ちょっと使い出してますね。なんか、まあ、苦しくなってきたんでしょうね、多分。さすがにジョン・フン、そうだよな、よくあのチームで勝てるわ。まあ、トンカツさんにも同じことが俺的には言えると思うんですけど、
勝負強さが全然ね違うんでね。なるほど、うん、さあ前転に引っかかり滑って投げ、あとあこれは許さない。あこれゲージがゼロになってしまったことが、そうですね、途端にこれ苦しいんですよね。さあ警戒している、いやあ苦しい、うさあ命がけで滑るな。ここはあれはもう射外は確定するんでしたっけ。いや下 B 確定、下 B 確定する、射外 B も確定するんで、うん、ビタぐらいですか。あいや1フレ猶予あるかな、確かちょっと難しい感じか。ただあれ前斜め前ってやると斜め前スカるんで、前から生逆用かな。なるほど、届かないんですね。そうす、あここは落ち着いてムーン、フォクシーそういうの多いんですよね。あーそれ届かないのちょっと大変ですね。まあでも逆用 があるだけマシといえば、あまあまあ確かに。これは今度は決まるか、あーっと待った、ここが使ってしまう。ちょっと一瞬待ったんですけどね、多分ね。さあ端攻めが終わらない、レッドからジャンプ飛ばしを埋めつつ、まあけどこれはデルンはこのまま取ればといったところ。あーちょっと苦しいか、投げるジャンプ飛ばしが逆にいったところを投げ、いやこれはちょっと分からなくなってきましたね。そうですね一気に。これデルン使っててあんま対戦経験がないんですけど、結構レオナ対レオナハイデルン側がめんどくさいって聞くんですけど、俺はレオナが有利だと思います、ね、あなるほど。そうデルン使う人とかは特によくそう言うんですよね。でなんか全然よくわかんないんだけど、まずクロスカッター打っても V スラがある、はいはいはい、からまあ打ちにくい、合わせるのはそんなに簡単ではないんだけど、まあまあいけるレベル。あ残り数ドット大投げられて最後のチャンスか、走って、あっあーあー大足2発分削り、あーっとダッシュの壊し、誰が出てもといったところです。はい、パムさん、パムさん、はい、ケーネームレスカスミ。じゃああれさっきの話なんですけど、はい、まあおそらくデルンが一番辛い状況って暴走されてぐちゃぐちゃにされて死ぬのが相当きついと思うんですよね。それはまずいですね、確かに、うん、お互い対象同士だったらね、もう暴走してうわーってやられると、一時期暴走が流行った時期もありましたね。友の会があったぐらいですからね、はい、でもまあ最初、はい、レオナの最終形の一つだと思うんだよなあれ、まあ、そうですね、絶対強いじゃないですか、うん、どう考えても、まあ、絶対強いですね。体力半分1ゲージ削れるもののその代償を支払うだけのキャラになり上がりますからね。そう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 、キャラを選んで暴走すれば全然、うん、さあかすみ初手流れに乗る、苦しい。さあパムさんが捕まえて、なんかあっ相打ち、すごい白山刀2回ぐらい見たんだけどね。パムさんかすみホント合ってると思う。あキャラが弱い、なるほど、なんという贅沢。まあかすみは職人キャラっていう噂すらあるぐらいですからねさようですかもうすごい時代です。あっ2ゲージ払って5割、あの白山やべえな、やばいな、凄まじい力強い侵入を許さない、あー苦しい。さあまあ何回か出てくれてる方ですね、群馬さん
名前が結構仕上がってますよね名前の通りのどこから来たか分かるしはい、なんかその地元ではもう右に出る者がいないぐらいの強さを誇っているらしいです。群馬最強レベルと最強最まあちょっとなんか本人は謙遜してますけど、ハードルはどんどん上がっているなるほど。さ あ, あ群馬、はい、群馬の最強と言われる男が霞に苦しそうにしている。あ、うまい、うまいですね今シンクロするぐらいうまかったですね。確かに。あー届かない、うん、あーっと、まあ、よくある選択肢を通していく。うわさあパムさんも終わったと。で中堅がどうキャラ、はい、群馬って KOF あるゲーセンあるのかな。あ、ゼロニウ M あるゲーセンあるのかな。結構ある。なるほど、対戦環境はじゃああるということですね。あ、あ悲しみのワンインチが、あ痛いにヒット。うまい。やばい。まあもう仕込んでもうなんか、まあ、あ出てればみたいな、うん、そうだよねまあ使っていく、こういう勝負強さもある。さあ対するパム、粘るとジャンシーと早出しのジャンディが打ちになり、ネームレスがなんとか取り返す。中堅ベニマルか。なんか下手に霞とかより体力削られそうですよね。ああ、まあそうですね。まあ、飛びはまだ落としやすい部類ではあるので、上を制圧しつつコンボを決めていきたいが、あっこれは痛い。あっちょっと遠いのにか、しかしうまい。払う、まさか払いよ。あっだでも書くだ感想ならず、だがならずだが、クリスは引きずり出した。なんかいろいろ起こりましたね。使わなくてもいいしチャレンジしたしミスったし当たったしみたいな。そうですね。あーあーただーだーたくさんのドラマがさあ CS さん、 CS さんもなんかおなじみですね。そうですね、かなりストイックにこうプレイしている。いつもバーサス来るとね、まだまだ強くなりそうな感じがするプレイヤーです。さあ今日はなんかアンディも多いですね。よくお見かけします。お見かけしますお見かけしてますね。キャラに対して丁寧語ってすげえなここは飛翔拳からの NC。 あれはちょっとアンディよくありそうだな。あ、飛びが緩いっすね、やっぱりああいうところは。そう、このキャラ唯一ダメなとこあるとしたら飛びが緩いとこぐらいだと思うんだよな。そうですね、あとはよく言われるあの駒投げが残影拳に漏れやすいという。あ、それはある。その2個ですかね。そうですよね、また NC が強くなったおかげで、はい、こうちょっと振る機会が増えたじゃないですか。そうですね、確かに。でちょっとなんかまごまごしてから NC とかやると一気に残影拳かっ飛んでって、あっとショルダウン。ここの読み合いはなかなかポイントの1個ですね。あそこ熱いんですよ。お互い擦るかパナすか、うん、様子を見るか後転を読んで走るかとかいろいろあるんです。あそこ、おフライングドリル刺さる。すごいいいタイミングで打ったな今。見てから見てから、やばいやん。仕上がっている。
で中堅は K ダッシュ。さあこれもいろいろと物議を醸し出しているが、あ、あ、今のは多分一瞬今の判断はけど壊し、そうですね、くぐられるっていう判断でしょうね。多分少しでもタイミングをずらした感じでしょう。しっかりしてるな。大将はクリス4ゲージ。投げる、早い。今のは、まあ、確定してましたね。さあクリス側がこの溜めたゲージ吐いていきたいところか。でかい。あーうまい、これうまいな。さっきもこれやったけどうまいな。はい、はい、厳正なるじゃんけんの結果あ、それジャパンしないようにね。はい、厳正なるじゃんけんの結果、初期殿が、初期殿が、ありがとうございます。いやこの、HP の方、はい、僕らはゲーワシンって呼んでるんですよ。何シン？ゲーワシン、ゲーワっていうゲーセンがホームで、ゲームワールドとかの略、ゲーワとしか聞いたことないから何の略か分かんないけど、まあ、ゲーワシン群馬でまあ本当に強くて、はい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 、お茶にすごい似てて、あ、地元じゃ負け知らずでキャラをもうなんかいろいろ、もうとにかくいろいろ使って、ほうほうほう、器用な感じでやるみたいな。7年前に群馬の大会で僕決勝で負けました、ね、しかもそれはもう見事に恥ずかしめられて。なるほど。でも K ダッシュ外しちゃいましたけど、主人公系が好きなんですよ。ぽいですよね、さっきからそういうキャラ多いですね。でとにかく前に出たがって力強い感じですよね。でも目がすごいいいんで、さっきのフライングドリルも、まあ、見てから余裕ですね。あ、いや、あのガーシのダッシュがすげえわ。あれかっこいいよね。かっこいい、かっこいい、あれかっこいいよね。まあ、主人公系でこう綺麗に綺麗っていうか上手い感じが、うん、若干なんかアキラっぽいかなって。ああ、こうやってるじゃねえよみたいな、ね、なんかすごいね、動きも確かに若さを感じる。そうそうそう、もう年寄りはね、そういうのね、すぐ敏感だからさええの若いとね、年食うとさ、いろいろさ、いい勝利券とか打てなくなってくるから、まあ、ただ7年前僕大会で会ってるから多分若くないんだけどね。若くない、若くないあ、ほんと食さんすっごい苦しそうにしてるけど大丈夫？食さんなんか順番、あ、クリスだから変えたのか。あ、なるほど。さあこれはダメな、アカン食さんやで。ちょっと、あーっと、ああいうの力強いな。さっき、まあ動画にはなってないですけど、誰が出るか決めるのちょっと時間かかった結果、僕じゃんけん参加しなかったじゃないですか。この絵が見えた、はい、あ、見えた。だから前に前に走るんで5試合ぐらいやると疲れる癖がある。なるほど。食さんがああいう、こう、これが苦しいんだろうっていう立場にやっぱいいよね。ここは大白さん2発ちゃんと当てる。あそこさ、甘える人多いよね。え、甘える？あそこ甘えてジャンプぶっ飛ばとかにする人多くないですか？ああ、びっくりした、あのコマ投げが甘えなのかと思った。あ、いやいや、投げは あんなの通さなきゃどうしようもないからね。あー、まあ、僕甘えの代表なんですけど、まあ、そう、俺ね、それちょっとね、ダメなポイントだと思うんだよね。僕、空中のやつも本当に苦手で、はいはいはい、できないんだもん、しょうがなくない？いや、まあまあまあ、あのさ、死ぬときはさ、死ぬときはさ、いいと思うな、ぶっ飛ばで。でもああいう微妙なラインのときはやっぱり、あ、うまっ、何あれ、あっと、しゃがんでる。あー、背向けしゃがみで小足刻まれると結構ね、きついよね。うん、確かに。さあ、食さん、なんだかんだでゲージも溜まってちょっと取り返してきているが、ガキャン逃がせない、投げて逃がしてしまう。あ、
投げが2回目でもう反応しましたね。ああ今のきつい、今のうまい。多分ガーキャン前転が多いから小技を重ねてその前転のタイミングをずらしてるんですよね、わざとね。でしかも最後その前に白山ゆるい飛びに白山で食らってるから、それで雷光剣、雷王剣なんだっけ、雷神剣に変えたんだけど、初期士さらに上を行って飛んでいたと。すげえいい読み合いですね、いい読み合いしてる。あっと投げて、さすがに投げる、あまあまあまあ危ない危ないと一ゲージ、ああもう返していく。あ、同情し、あ、そういえば今日食さん、あ、そうだ、食さん、同情しか、同情しか、アットマーク同情し、同情しが死んでしまう、同情し、アット同情し行きましたね今ね、はい、いい、なんか店員の鏡だと思います。はあ、でさあ次は ATM 先生。これちょっと危ないですよ。初見危なくないですか、はい、これ初見かどうか分かんないけど、あ ATM さんもね、ほんと謎だらけの、そうです、ここ謎謎パターンだな、これも。さあ謎が謎を呼んでいる。さあ今んとこうまい具合に前がのらりくらりとダメージを取ってますが、あーうまいな、リュウエムで割る。いやー これはうまいな、前を知らないパターン。あ、でもこれは素直に戦ってればおそらく前きついはずなので、なるほど、基本に忠実に、うん、そう、変なことしないで普通に戦ってればいいと思うんですが、あ、うまいうまい、先ほどから追い詰められた時の走り込みがうまいですね、うん、みんなあそこかぶせたくなるからね、やっぱり。あーっと前 B が漏れる、届かない、ケツ。さあ何か怖い空気が流れる。ああ、うまい、これは出さない、出さなかったのか、出なかったのか、謎を残したまま。でも出すならジャックでしのいばち出さないでしょ。ああ、そうだよね、狙ってたらジャックでしのいばち出さないもんな。なるほど、調子さしのいばち出すのは大だもん。ああしばれ差し返して投げ返す。あっ、ベニマルがわずかな体力ながら粘りを見せる。あ、うまい、あっとうまい。で大将がクリスだったかな。あっとこれ出ましたね。あ、最大取りに行ったが間に合わない。うわ、ちょっと噛み合わないか。当たる、あーあーあ、ここは3回でやめる。やったー、これはでかい。あっすいません、あでかい。しっかりしている、うまかったな、最大取ってったな今。さあ、はい、1P、今日は生草坊主、生草坊主、生草坊主が出る、まあ、いわゆる投手の一人ですよねこれ、はい、いや投手ほらいろんな党があるじゃん、各党があるじゃん。でちょっと前の試合のことで気になったことがあって、はい、クリスの3回踏んだじゃないですか、
あれ多分判断したと思うんですよねっていうのを言いたかったんです。高さが3回目の当たり方で4回目もうどうしよう、もう絶対入らない、あるある、高さがあるんですよね。てか3回が簡単なんですよね。そうですね、4、そうなんですよね、うん、そうなんですよ。3回目までは結構簡単だから、そうですね、4回目以降が難しい。そう、4回目にちょっと変えなきゃいけないんですよね。さあ、まあそんなわけで生草坊主対 ATM 生草坊主と ATM ってすごいいい響きじゃない確かに、ね、なんか金の匂いがプンプンする確かに、なんか童話っていうか、なんか昔のそういう有名な話でありそうだね。なんかやっぱり坊主は金持ってるという印象がみんなあるんでしょうね。さあ、ここは ATM ちょっとワンサイドになりつつある。この迷惑のフェニックスアロー、あーあフェニックスアローなー、弱いんだけど迷惑をかけるだけかけてあれする技だからな。さあ、俺もうゴーさんがここ最近の山崎を見て、あのパチキのイメージがもう超強くなってきて、僕この間1ラウンドに6回ぐらい投げましたからねめっちゃ投げられてましたよね。あー、しかしさあちょっとやりたい放題になっている。あー、落とした。裏からここは仕留めておきたい。このアテナシュート大吉、我慢の時か。いやジャクだと思ってもう一回飛んだかな。またこれも一つの謎謎だからな。そうですね、かなり年季の入った謎謎ですからね。なんか古い古文とかですよ、古文古文書系うまい。あまあまあ、ここゴーさんある。ゴーさんのキング強いんだよな。でも強いですね、強い。あとゴーさんなんか逆転、なんかちょこちょこ最近こういい逆転をするんですよね。さあ、キング一人で、なんか うまかったんだけれどもうん、なんかもうやっと抜けたかったんでしょうね、意地でも。もう長距離弾だけは絶対当たらないっていう、うん、こう意思を感じた。あーあーわい、あーあーっちょっと運が悪かった。あっと逆に当たられるが、すごい、なんかさすがに苦しいか。だー、中断。